はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、とうとう、久保田さんをもうほこりかぶってるんだけど、いつ買ったやつ？母の日に買ったやつだな。今年の母の日に母に送ったやつの片割れ、一本送ってもう一本俺買っといて自分で飲むように買ったんです。もうほこりかぶってんだもん、やばね。製造年月日が12年の去年の12月6日、もう1年近く経ってんだけど、製造日からね。久保田の千寿、これ確か2000円か1800円か2000円ぐらいしたはず。朝日酒造株式会社でございます。原材料名、新潟県産米 100% 使用、米麹、醸造アルコール。アルコール度数が15度。新潟県の長岡市。星の影虎と同じですね、長岡市はね。朝日酒造株式会社と。ね、久保田。ね、ちょっと高かったですけどね。でも、千寿は、普通に定価で買える店だ。は、なかなか、ない。ですけどね。久保田はね。まあでも定価で買えばこれは、千寿は、そんなに安、高くはないはず。千寿、1092円。安いですね。1092円。これの、俺買った値段の2分の1ぐらいで買える。百寿が934円ですか。普通に買えるんだ。すごいな。うん、一番高いやつが、久保田の、あ、今1月限定出荷の生原酒がありますね。1417円。久保田の饅頭が3664円。ね。まあ、こんなもんなのか。今はまあ、久保田の饅頭なんて、まあ1万ぐらいするか。普通にね。そんぐらいですけどね。まあでも、プレミアでも、そんなもんかと。でも、焼酎と変わんないんですよね。焼酎の、芋焼酎とかのさ、ね、プレミアの、なんだっけ。ね、あるでしょ。あれも1万ぐらい出せば余裕で買えるでしょ。魔王とか、3M、村尾、魔王、森蔵か。まあいいや、飲んでいきたいと思います。まあ、味は落ちてないと思うけど、大丈夫だよね。久保田千寿、いただきます。乾杯。あら。あ、こんなもんなんですね。あ、案外普通だわ。意外と。久保田っつっても。締め張りよか、全然普通の酒だわ。うん、しっかり。これ、辛口か。っていう感じはするはするけど。あ、でも、これぐらいの普通の味だったら、こんな味なんですね。普通の味ですよ。一般的な、日本酒の。うん。ただ、日本酒度がプラス 6? 嘘?締め張り強いか高い。うん。
いや、でも普通に美味しいは美味しいですけど。ああ、意外と普通だった。久保田。ああ、なんだ、こんなもんなのか。別に香りもさほどでもなく、しめ張りつるよか、特別な、味わいっていうわけでもない。ねしめ張りつるは結構特殊な味わいですよ、あれは。最初はすっごい辛口で、最後の、ポワンって甘さが来るんです。ポワンって。でもこれはもう最初から結構甘くて、あ、甘いなーみたいな。あ、甘いわ。みたいな感じで、もう、最後までも一定の甘さを保ちつつ、普通にこう流れていく。香りも別に至って。普通だけど逆にこの、なんていうんかな。何もこう変哲もなさがすごい。あ、でも日本酒のプラス3って書いてある、ここには。これは、ただ酸味が、ほとんどないですね。酸味がほとんどないですね。これは。あら、日本酒の、久保田の千寿じゃなく、これ千寿ですけど、百寿が日本酒度プラス6ですよ。おお。これが辛口。てか、これ全然甘口ですよ。もう甘いと感じる。先ほどの子牛の陰虎を飲んで、辛というものを全てにおいて甘く感じてくるね。でもこの、ああ、久保田ってこの程度の酒だったのか。というね、上から目線でいきますけども。いや、でもやっぱり、そんなでもなかったなって。やっぱ値段が値段、定価が定価ですからね。1000円ぐらいで買える定価がね。でもプレミアつく意味がわからないですね。どう考えても、プレミアがつく味ではない、としか思えない。もうだって、普通に大門とか、藤の井とか、菊水とか、兼松でも、全然対抗できる味ですよね。ただ、他のと違うところといえば、常に一定のこの味を、ライン？っていうか、常にこの味わいが一定で、口の中に入れた瞬間から、飲み終える、喉を通り過ぎるまで、常にこの一定の甘さと、ブワーンって香りがこう、ブワーンってこう続く。この、何もこの上下しないっていうか、そこがすごいところじゃないですか。あえて言うならば。でも一般的にもう何も考えずに飲んでれば、もう全くわかんない。でも久保田の百寿も飲んでみたいっていうか、普通に売ってるけどね。普通に売ってるんで今度買ってこようかな。久保田百寿、今度買ってこようかな。いやー、これは普通に、あれだな。逆にびっくり。
これだったら全然あの、星の完売の方がはるかにすごい酒だなと思わせることは間違いないですね。うん。もう全然あの腰の完売と味の感覚が全く違うんで。腰の完売はもう全然違う部類ですよ。もう、こんな甘くないもん。腰の完売は。うん。うん。ブログに書いてあります。ブログを今読みます。久保田の千寿です。今飲んでますね。これです。久保田百寿千寿、紅寿、季節限定の水寿、なんとか寿、なんとか寿とかありますが、この千寿は味のバランスがとても良く、プラス6度で、辛口でとても人気がある日本酒ですね。特に久保田は日本酒が嫌いな人でも、これを飲んでみると日本酒が好きになってしまう方が多いと聞きますと。それだけ癖がなく美味しい酒です。はぁ。そう考えてみると、そう考えて飲んでみると、確かに癖はないな。うん。癖はない。うん。口当たりは確かに、水のようで、全く癖は感じられない。うん。この千寿は、本醸造ながら、大吟醸のような丸みのある味わいで、爽やかな、吟醸香がしてとても良い。まあ、でも、確かに癖はないな。でも、癖がないだけでここまでプレミアなるか？ちょっとさすがにそれは、ちょっと考えられないですね。正直この程度の酒としか思えない。あ、この程度ですかっていうレベルです。全く逆に言うと、癖がなさすぎて、それが逆にプレミアになったんでしょうね、というしかないです。まあ、事実そうなんでしょうね、多分。確かに癖がない。癖がないからこそ、ということなんでしょうか。あ、やっぱ、百寿はやっぱり安いだけあって香りはしょぼいっぽいですね。言うてこっちも大して香りはしょぼいですよ。ぶっちゃけ。別にすごくはないですよ、香りは。香りのこと言ってんだよ、多分。普通にね、この程度だったら、でもやっぱこの、癖のなさがすごいんだろうな。この、なんていうの。10点満点中、5点をこう、ずらーっと貫く的な。違う。5点満点中、3点をこう、ぐわーっとこう、貫くみたいな。言ってる意味は俺にしかわからない。そういう系ですよ。いわゆる。そうだな。難しいな。でも、幻の名酒ですからね。この程度が幻の名酒とか言われて、こう、肩払いたいんだけど。もっと美味しい日本酒なんて腐るほどあるでしょ。こんな。何がこんなプレミアムなんですか？誰がこんなプレミアとかさ、これ転売してる人いるんですよ、これを。この程度の味をですよ。笑わしてくれるよね。
この程度のですよ。多分、転売してまで買う人間は、その程度の人間の、さらに、手の上で、こう、その程度の人間が、こう、手の上で、こう、踊らされてるレベルですからね。マジで。うん。まあ、俺もその一人なんでしょうけどね、多分。事実、これ、定価で買ってないですか？定価の2倍近くして買ってるわけですからね。この程度とがっくし。正直言ってがっくしですよ。でね、これを見てる人は多分ね、事実、多分いるとは思うんですけど、この程度でがっくしとかって言ってるでしょ、俺が。で、多分絶対反論が来るんですよ。反論してくる人が絶対いるんですよ。もうそれはね、しょうがないんですけど、少なくともこれはないだろうと。うん。この程度の味だと絶対出せますよ。どこの酒造だって。うん。まあ、突筆して言うところもなければ、突筆してその味が突出してるっていうわけでもないし、香りも突出してるわけでもない。口当たりはまあ、水のようだが、水のような口当たりの日本酒なんてのは腐るほどあるわけですからね。はっきり言って。この程度を、プレミアム出して買うっていうのは、これはもう、多分一回飲んだら多分そのプレミア飲んで、プレミア上、プレミアの値段出して俺みたいにこう買いました。あんま買いませんですよ。これは。まあ、定価だったら買ってやってもいいかなっていうぐらい。ですね。もう、久保田はもう、俺の中で、もうね、日本酒の中の位置づけのもう、完全に中心ですね。味のバロメーターの中で。もう、すべてにおいて中心。これは、すごいです。うん。こう、何も突筆することもない。ただし、突出することがないので、もう一般的に平均的な、もう平均的な、もう、日本酒だなと。うん。言うことでもないのか。難しいな。ちょっと、わけわからんことを言ったけど、難しいな。そのぐらいのレベルなんですけど、円グラフに表すと、もう、中心の、もう、頂点じゃないんですけど、中心なんですよ。だから、味三三つ星、香り三つ星、口当たり三つ星、みたいな。なんたら三つ星、みたいな。そんな感じの。もう何も突筆することはない。いや、ちょっと言い過ぎたな。突筆することはあれですね。口当たりがすっげえ水みたい。うん。確かにほとんど水みたいだわ。口当たりが。そこは評価できるね。ただ味とか香りに関しては全く別に普通の日本酒辛口の日本酒と何ら変わりないですね。菊水でも出せますね、この程度。だから何がプレミアを生んだのかがいまいちわからないですね。幻の名酒とか言ってるけど、何を言ったんだと。アホかよ。アホ言ってんのこいつって。踊らされてんじゃねえぞって。ネットに何を踊らされてんのって。言わせてもらえばもう、それだけで終了ですよ。
久保田ランキングっていう、なんか、ようわからんところがありますけど。久保田の千住。酒屋でも居酒屋でも一番見かけるのはこの千住だろう。特別本醸造だが、吟醸作りで、リンゴや白桃、果物のキャンディーのような香りが特徴的。これ缶にしても変わらんと思うけど、まあ、よく考えたらちょっと缶飲んでみたいですね。缶にして飲んでみましょう。多分変わんねえだろうね。一般的なこれ日本酒だろう。とりあえず普通にストレートで飲んだ感想としては、まあ口当たりが非常にすごい水みたいだなと。うん。飲みやすくて、ああ。でも、まあ、やっぱり、しっかり、日本酒の味わいもするし、普通に、まあ、普通、みたいな。別に。もう、エリカ様の、別に。全くもって凄さがわからないというか、凄さがわからないっていうか、多分すごいって言ってる人は多分もうその人は俺以上に分かってないんだろうなと思いますね。少なくともこの程度の酒にプレミアムのね、あ、これプレミアだわ、さすがーとかって言って飲んでる人は多分俺よか分かってない。ただのクズですね。のはまあ間違いないでしょう。まあ間違いないですね。100% 間違いないでしょう。これを飲んで、これを例えば1万円で買ったとしましょう。で、うおー、やっぱうめえわー、1万円だけの価値あるわーって言ってる人間はもう、もう毒図です。はっきり言って。何言っとんのこいつって。もう完全にもういわゆる目先だけの、見た目だけの値段に踊らされてるっていうか、その、もう本質が見えてない。ね。うん。まあいわゆるブランド品にもてあそばれてる女みたいな感じでしょうか。ね。そういうことですよ。うわー、グッチだー。100万円のグッチの財布、やったー、みたいな。うわー、さすがグッチの100万円やわ、すごいわー、とか。うん。いうレベルですね。もう、もはやブランドにしか興味がない。もう味とか、中身とか、もう、に関して使いやすさとかには、もう一切、もう、頭入ってないんですよ。結局。とりあえず、この値段の、高い値段のものを飲んで、はい、終わり、みたいな。飲んだ俺がかっこいい、みたいな。そういう、わけのわからない。そういうやつ。アホ。いわゆる、アホです。簡単に言うと。これはさすがに、久保田の千住は、2000円も出して買う価値は全くありません。うん。もう、はっきり言っても、ひどいですね。これは。正直。ただまあ飲みやすいというだけの日本酒です。これは正直、俺はもう、憤慨レベルですね。これは。うん。
だって俺だってさ、この久保田の千住の価値だって分かってるよ。プレミアム上旬でしょ？あれ、プレミアムのね、日本酒、久保田。分かってますよ。もうすごいっていうのは分かってますけど、さすがにそれに踊らされるわけにはいかないでしょ。もう先入観を最初から持って飲んだら、酒っていうのはほら、酒とかさ、まあ、例えば、いわゆる今流行りのあれですよ。あの、伊勢海老をザリガニというか言ってる、ね。あれですよ。食品偽装ですよ。あれと変わらないですよ。あー、うまいうまい。これやっぱり伊勢海老うめえわ。やっぱこれ伊勢海老うまいわーとかって言って食って。いや、それザリガニだから。ブギャーみたいな。もう何も変わらないですよ、それ。アホかと。せめて本質を見抜こうぜ。うん。本質を見抜こうぜというより、せめて、自分の道を貫こうぜ。自分がうまいと思ったんならうまい。それはそうだ。だがしかし、それは他に影響されたことによって自分を変えるもの、自分を変えた、それを張本人がやっぱりいるんであれば、それは自分ではない。他の第三者が影響を与えたことによる自分なわけで、自分ではないのは間違いないわけです。うん。目をつぶって、いいですか？この久保田を、久保田じゃないと思い、目をつぶって、もう何かわからない状態で飲む。で、うまいかどうか、うまいかまずいか、こんなものかと、評価する。これでしょ？やはり。俺は確かに今、久保田を飲んでます。けども、ちょっと騙されてはいかんぞと。久保田のブランドに騙されるわけにはいかんと。事実、これは正直、ひどいですよ。これは。うん。この程度のものかと。何にも。もう何の変哲もない。普通の日本酒の、端くれですよ。何が違うかって。言ったらまあ、飲みやすさぐらいでしょうか。飲みやすい水みたい。はい。終わりみたいな感じですよ。何が久保田だと。笑わしてくれるわ。バカだれ。まあ、飲んでみてくださいとは言いません、俺は。この程度のね、プレミアムのね、まあ、新潟県だったらまあ、定価で買えるかもしんないけども、まあ、少なくとも俺は定価で買ってないですからね。2000円も出して、この倍も、定価の倍も出して買って、この程度の味って。これはもう、今までの、あの、日本酒で一番この、あの、まあ、腰の完売ももう、あれですけど、腰の完売もね、あの、あまりにももう、うまくなくて、びっくりしましたよ。あれは。腰の完売も。最初はうまいんだろうな、うまいんだろうな、腰の完売、やっぱり絶対うまいよな、って。言って買って、ホクホクしながら買って、飲んだ時ですよ。びっくり仰天。全然うまくねえの。もうあれに似てるね。まああれに、あれよかはまだ薄いけどね。ショックはね。じゃあちょっと熱燗で飲んでみましょうか。まああれよかまだショックは薄いけど。うん。でもこれは、熱燗で飲むとすごい、キレがものすごいですね。うん。キレがものすごい。
ちょっとこれ見直したかな。うん。キレがものすごいです。日本酒が嫌いな人でも、まあ、飲めないかわかんないけど、後味が全くない。ここまで熱燗で飲んで初めて、キレがものすごくいい。熱燗で飲んで、ここまで切れる人材を初めて見ましたね。久保田。なんかいろいろ言ってごめんなさいって感じですけど。まあでも、まあ言ったことに偽りはありませんけどね。でも熱燗で飲むと結構、こう口に入れた瞬間に、ブワッと広がってシュッと消える。すぐ消えるね。割と。うん。うん。あ、結構これは驚きかもしんない。でも日本酒嫌いな人はこれ飲めるとは思えない。けどな。まあでも、飲めるとしたら、飲めるとしたらやっぱストレートが冷やですかね。冷や、うん。うん。いやー、全然、ダメダメですね、これは。正直言って。もうちょっと口直しに締め、あの、口直しに締め張りつる飲みますわ。うん。いやー、この程度、まあでも、まあこの程度っていうことでもないけど、でも締め張りの方絶対うまいぜ。締め張りつるの方が。100%。明らかに、あの、うまさが、うん。うん。あの、うまさがっていうか、なんていうのかな、この。明らかにこの、日本酒っていう部類が全く違うよね。味の部類がね。全く。もう味の部類がさ、もう、いわゆる次元が違うんだよね。次元が。これがまた面白いところ。うん。締め張りつるってこれ、一般的な味じゃ全くないんですよね。出ることはまあないでしょ。普通のさ、カップ酒で、この程度のカップ酒で、普通のカップ酒で、締め張りつるレベルの、あの、味が体験できるっていうのはもうないですね。うん。この、なんていうの、この、ものすごいこの、この締め張りつるのこの香りっていうかな、この香りっていうかな、この、うーん、でも一番近いのはやっぱり腰の影虎のカップですかね。一番近いのはやっぱりちょっと変化球を投げてくる、いわゆるストレートじゃなくて、久保田はストレートなんですよ。野球で言ったら。締め張りつらフォーク。とか、そこら辺。変化球。
というか、シンカーですかね。うん。シンカー。うん。野球で言うと、シンカーを投げてくる。ん？ちょっと待って、シンカーってあったよな。今いるちょっとあんまり、あれ詳しくないから、野球詳しくないからわかんないけど。シンカーってあったよね。シンカーってなんかあったよな。あれなかったっけ？あった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 。シンカー。シンカーですよ。スクリューボール。コークスクリューパンチ。これですよ。野球における、球種の一つで、投手の利き腕方向に曲がりながら落ちる。ああ。利き腕方向に、つまり右手だったら、右に曲がりながら落ちる。ああ。スクリューボールは、略してスクリューと呼ばれることも多い。まあ、コークスクリューパンチって知ってます？多分知らないんだろうけど。俺大好きな漫画がありまして。まあ、超有名。明日のジョーでございますけど。うん。コークスクリューパンチというのがありまして。これ知ってる人いるかな？コークスクリューパンチ。コークスクリューで、くりましょうか。コークスクリューブロー。だって。明日のジョー。これ全巻、ぜひ読んでもらいたいんですけど。ものすごい面白いです。うん。明日のジョーで最強の世界チャンピオンの、ホセ・メンドーサですよ。の必殺ブローとして有名で。劇中ではベネズエラの太陽と形容されたカーロス・リベオラを廃人に追い込むほどの破壊力を見せた。これはすごいですよ。コークスクリューブローは主にプロボクシングに用いられるパンチの一種で、名前の由来はワインの栓を抜く道具のコルク抜きからである。ああ、なるほどね。パンチが当たる瞬間に手首を内側にひねり込むことによって相手に与えるダメージを大きくする。型や仕組みは異なるが空手の正拳突きと同じ原理である。あ、正拳突きって若干曲げるの？こう。ふにゅって。発案者は元世界ミドル級チャンピオンのキッド・マッコイ。猫がボールにじゃれてるのを見てひらめいたと言われているが、キッド・マッコイ自身は気候の多い人間だったため、真相は、定かではない。なんだよ、キッド・マッコイ自身は。気候の多い人間だったためって。ひどいな。ひどいな、それな。はじめの一歩では、伊達英二が得意とするパンチで登場した。主人公の幕の内一歩を TKO に追い込んだパンチも、伊達が独自に改良を加えたコークスクリューブローだった。おう。リングにかけろでは、主人公の、なんとかかんとか、高根隆二の必殺ブローとして、ブーメランフックの名で、また、ブラックシャフトの必殺ブローとして、ブラックスクリューの名で登場した。なんか、もういろいろと、もうよくわからないことになってる。名前がちょっと変わりすぎて。でもやっぱりこれを、クボタ飲んだ後で、
締め張りつると思うと、やっぱり締め張りつってだいぶ変わった酒だなって、わかるね。なんかすっげえ、なんだろうこれ。すっげえフルーティー。クボタンよくはるかにフルーティーです。なんだろうこのフルーツ。やっぱ若干酸味が強いフルーツなんだけど、難しいですね、例えるのはね。明らかにこの味の違いっていうのが、あるんですけど。面白いね。日本酒っていうのは。久保田が、もう全くもう、いわゆるパンチ、ボクシングの中だと、もう一般的な世界チャンピオン。もう、いわゆる、堅実派。もう、久保田がね、堅実派だとすると、締め張りってのはもう、もう完全にもう、もうなんか、異種派。なんか、こう、何かおかしいみたいな。まあ言い方悪いですけど。ほんとなんか、久保田飲めば飲むほど、何にも、なんか、何にもなんか、変わり映えしねえな、みたいな。なんでこれが、プレミアなんだろうなって思うのを、どんどんなんか俺が増えてくね。その、なんでこれがプレミアなんだろうなーっていうのがどんどんなんか増えてく。なんでこれがプレミアなの？は？って感じ。バカじゃねえって。お前これ偽物だぞ、お前。バカ言うなよ。お前さ、これ2000円で買ったんだぞ。後悔する以外の何者でもないわ、こんな。マジで。なんか怒りさえ覚えるよ、これ。くっそ、これ買ってなければ。あと2000円。これ、2000円札あれば。あれが変えた、フロムザバレルが、ウイスキーの俺の中の、まあ、まだ飲んだことないけど、俺の中の超最高峰、フロムザバレル、ニッカフロムザバレル、あれ超惜しかったんだよな。あれ変えたんだけどなって。なにこれ。ボーンって感じ。ボーンって感じ。なんか、もういわゆる、ギャグで、ポーンって言ってる感じ。わかる？ギャグでね、そこら辺の芸人が、ポーンって言ってる感じ。もう意味がわからんけど、少なくともちょっと、これはちょっとない。これはちょっとないですね。まあ、一つ星は俺つけませんよ。一つ星は。さすがに。
うん。この怒りに任せて一つ星つけたいぐらいですけども。これは。まあ、せいぜい二つ星つけても、まあ、二つ星もまあ、ギリギリつけないな。うん。さすがに。この味だったら、まあ、二つ星はまあつけないです。この味ですか。あくまで、一般的な普通の、あの、普通のさ、日本酒の味。ってわかる？普通のカップ酒の、いや、むしろカップ酒の方がまだ、なんていうかな、こう、上下左右、こう、動く。まあ、いわゆる、その、何か動きがある。酒。味に。動きがある酒。締め張り鶴の場合、ブー、ブワーン、ブイーン、みたいな。動きがあるんですよ。締め張り鶴、今、待て。締め張り鶴はね、ブーン、ブイーン、ブイ、ブイーン、みたいな。この上下左右動くこの締め張り鶴はね、口に入れた瞬間すごい無味なんですよ。無味で持ってブイーンって膨れ上がり、いきなり膨れ上がりですよ。って膨れ上がって最高潮に達したその瞬間にビーンって落ちる。酒なんですよ。ここまで動く酒ある？いきなりブイーンって最初、最下点から来て、ウィーンって最高潮まで達し、最高潮に達して、ヒュンって落ちる。違うな。最下点から行って、しばらーく最下点を行き、突如としていきなり上がり始め、ウィーンと最高潮に達したらいきなり落ちて、ブーン。いきなり下がって、真ん中あたりでヒューン。と消えていく感じですかね。これ結構面白いですよ。なんかジェットコースターみたいにに乗った感じ。乗ったみたいな感じが口の中で広がってくる。締め張りつる面白いな。あ、上がった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 。上がった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 。焦点みたいな。あ、上がった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 。はい、口に入れました。あー、来たー、みたいな。やっぱりね、この動きがあるのが面白いんですよ。日本酒。ではなく、酒。まあ、酒って言っても、まあでもやっぱ日本酒ですかね。ここまで動くのは、ウイスキーとかジンとか、ね、ワインとか、ウォッカとか、そこら辺ではちょっとここまで動くのは考えられない。レベル。なんですけど。口に入れた瞬間は非常に無味で、ん？となってからいきなり爆発し、
ですよ。いきなり甘さが出て、ブワーっといって酸っぱさも出る。ブワーっといって、最高潮に達し、ミュー、みたいな。そんな感じ。面白いですね。締め張り鶴。これは締め張り鶴は多分、まあ、どうなんだろうな。他の県ではどうなのか知らないですけど。少なくとも新潟県内ではまあ、定価で買えると思うんで、普通に花。雪じゃなくて、これ普通に花でも全然問題ないと思います。一番安いやつ。うん。ていうかね、安いやつに気を抜く、日本酒はもうダメですね。俺から言わせると。逆に。俺が多分社長だったら、締め張り鶴の社長だったり、まあ日本酒の久保田の社長だったら、はっきり言って、もう、最高潮の一番高いやつと、まあ一番低い酒。これに多分力を入れるはずです。うん。なぜならば、一番安い酒と一番高い酒っていうのは、多分、俺が思うに、一番安い酒っていうのは確実に最初に飲む酒であるべき存在だと思うんです。うん。一番安いから手に取りやすく、なおかつ一番消費量が高い。消費量が高いということは、消費する、まあ、いわゆる飲む人間が多い。一番多いわけです。当然ですよね。いや、一番多ければどういうことかと。当然、まずければクレームが来る。のは多数、もう、一番クレームが来るでしょう。一番安い酒なんだから。一番飲んでる酒。こんなクソみたいなまずい酒を飲ませやがってと。確実にクレームが来るわけです。だからこそ気が抜けない。この酒を一番安い酒だからといって、気が抜いたら一番消費量が多いんですからね。一番飲んでる人が一番多いんですよ。ね？久保田で言った百十ですよ。この百十。一番飲んでる人が多いわけです。じゃあお前気抜けるわけないでしょ。お前、まんじゅうに比べたら、全然、ね、逆に気抜けないでしょ。じゃあお前、百十を飲んでる人間が一億人いて、まんじゅうを飲んでる人間が100人しかいなかったら、ですよ。まあ大体こんなもんでしょ。ね。割合的に。普通に考えて、どっちを取りますか？俺だったら百十を取りますけどね。百十の品質を良くする。だから普通酒で手を抜いてる日本酒のあの酒造っていうのはもうはっきり言って一番安いやつですよ。一番安いやつで手を抜いてるっていうともうダメダメですね。せめてまあ手を抜くっていうのはまああれですけど、もうこれでもうまずいと思われたらもうおしまいです。事実、少なくとも俺はですよ。俺は、普通酒でまず判断します。何でもかんでも。一番まずい、というか一番値段が安いやつで、まず判断し、あ、これはここまです。
この程度の酒だったらもうその程度で捨て、もうこれダメだと。あれ、これちょっと成長するんじゃないかと。うまくなるんじゃないかと。思う、その品質。うん。があれば、あ、これは飲みたいなと。また今度買おうかなって思うわけですよ。ね。当然じゃないですか。そんな。普通そうでしょ？ね？違いますか？例えるならばです。じゃあ、例えるならば、コカ・コーラ。ね。コカ・コーラ社のコカ・コーラです。はい。これがまずければ、じゃあまあ飲んだとして、うまいと思った人がまあ8割、9割、9割方いたとしましょう。まずいと思った人が1割いたとしますよね。もうまずいと思った人はもう買わないわけですよ。はい、もう1割減りました。はい、日本人の全人口からもう1割減りました。ってなるわけですよね。はい。じゃあ、コカ・コーラプレミアムっていうのが出たとしましょう。はい。はい。9割の人はまず買います。やったー、買おうぜー。うまいから買おうぜーってなるでしょ。はい。じゃあ、コカ・コーラが、嫌いな1割の人。そのコカ・コーラがまずかったから、プレミアムはうまいだろうなーって言って買う人間は、まあ、いないでしょうね。普通に考えて。まあ、いないでしょう。確定でいないでしょう。だって、コカ・コーラ自体がまずいんですから。うん。そこです。根本がまずければ、いわゆるもう、土台の土台がまずければ、もうたかが知れてるわけですよね。成長したところで。はい。はい、土台の土台がクソまずくて、底辺で、はい、プレミアムが出ました。ちょびっ。みたいな。はい、うまさちょびっ。はい、これです。でも、はい、ウィルキンソンのジンジャーエールが出ました。うまいと、最初思った人がいました。これうまいと。あくまでいたとしましょう。もういきなり中間点です。で、ウィルキンソンの、ジンジャーエールのプレミアムが出ました。うほーと。これは買うしかねえと。絶対うまいです。もういわゆるプラシーボ効果です。うん。もうなんということはない。プラシーボ効果ですよ。もううまいまずい関係ない。いかにその商品が売れるか売れないか。と考えたところによると、確実にプラシーボ効果は働いてるはず。つまり、プラシーボ効果というのは何かというと、薬は効くもんだと。もう絶対に効くと。風邪が確実に治ると。考えて飲んだ人、A と、A 君と、あ、こんな薬なんて絶対飲んねえよと。こんな治るわけねえじゃん。こんな薬、錠剤飲んだだけで。お前バカかよと。お前治ったらそんな医者なんていらねえよと。ね。いう人間が飲んだ B 君。飲んだ場合、A 君と B 君の症状の変化。確実にもう段違いです。それと同じです。いわゆる思い込みというのは、確実に、商品の、
購買意欲に関わってくるはずです。嘘だと思うなら、まあ嘘だと思ってた方がいいですよ。別に。僕は、とやかく言いませんけど。まあこれはまあ間違いないでしょうね。少なくとも、まずいと思って買った人間と、うまいと思って買った人間。果たして、どちらがうまいと感じたか、まずいと感じたか、割合で多分、出せば、もう圧倒的に違うでしょ。やっぱりそこは、明らかな違いだと思います。まあいろいろ長くなりましたけども、少なくともこの久保田千住、まあ百獣はどうか知らんけども、意外と百獣の方が上手かったっていう場合もありますよ。いいですか？百獣が、お前、千獣の方が上手かったなんて、値段が高いから、千獣の方が上手かった、みたいな。それもプラシボ効果ですからね。安ければまずい。高ければうまい。なんて。そんな常識、通用しませんよ。今のご時世。少なくとも俺の舌はごまかせるかどうかはわかんないけど。まあわかんないけどね。あんまりごまかされたくないけども。少なくともそこは、やはり、逆に考えるべきですよ。千獣だからといって、ね、値段が高いからといって、百獣の方が、まずいと、いうのは、逆に、ちょっとそこは、飲み比べないとやっぱりわからないと。高いからうまい。安いからまずい。それはちょっと、酒の世界では通用しないなと。まあ、他の世界で通用するかどうかは別として。安くてもうまい酒なんて腐るほどあるわけですよ。こんな久保田の千獣なんて、バカみたいな、クズみたいな酒。やばい、言い過ぎた。やばい、言い過ぎたな。ちょっと言い過ぎたけど。ね。俺のコミュニティじゃねえや、コミュニティちゃうわ。四つ目の、なんだ。なんだっけ、チャンネル登録してる人に悪いけども、久保田千住うまいなーっていう人もいるかもしんないけども、これはちょっと擁護のしようがないですよ。久保田千住。百獣の方がうまいかもしんないですよ。むしろ。俺の中のうまいの定義を考えれば、あまりにもこの久保田の千住、長くなりましたけど、1時間もかかってますけども。ね、1時間もかかってますけども。ここまでちょっと語る理由は、他にはない。久保田の千住。ここまでかと。この程度かと。はっきり言って。びっくりですよ。これに2000円払ったと思うとね。はっきり言って。はい。三つ星です。この程度の酒に2000円払ったっていう、まあ、僕自身が、ちょっと哀れだったかなと、思います。もう一般的な日本酒です。もう何にも変わりません。まあ、突飛することとあれば、があるとすれば、まあ、水のような感じかなと言わせてもらえば、まあ、はい、そうですけども。まあ、その程度でね、値段2倍もね、720ml で2000円も払うような、正直日本酒とは思えませんね、この程度。
はっきり言って。笑わしてくれるわ。まあ、ある意味ネタとなったかな。これは。この程度。あ、久保田。あ、この程度。はい、はい、はい、はい。もう買いませんって。まあ、はっきり言いましょう。久保田千住。飲んだ感想。で、もう110。もう万字も買いません。あ、この程度かと。もう高が知れてると。もうはっきり言いましょう。もう締め張る鶴に足元も及ばないかなと。もうバカかと。この程度かと。何がプレミアだと。何がプレミアの、ね。まんじゅうでですよ。まんじゅうで1万円を米超えるね。下げかと。バカかと。買う人間はもう、もうたかが知れてるなと。もう脳がいかれてるんじゃないかと。思う所存です。うん。別にいいですよ。これ見てる人、千獣、百獣、ぜひ買ってください。あまりの自分の愚かさを露呈するわけです。もう事実僕自身、もう露呈してるわけですよ。この程度の酒に2000円も払ったと。そしてこの程度の酒を、俺のお母さんにね、あの母の日として送ってしまったと。ちょっと悲しいですね。来年はちょっと締め張れつる送ります。うん。ちょっと自分で飲んでない酒をちょっと送るのはちょっとあれか、あれだったなと。はっきり言って。この程度の酒かと。まあでも、母さんは、まあ、それなりに喜んでたような気もしますけどね。うん。辛口でまあ、美味しかったと言ってましたけども、多分。うん。まあ、上っ面だけじゃないかと。思いますね。この程度の酒。俺だったらあんまり、嬉しくもなんともないですね。これは。これはさすがに三つ星でしょ？もっと言いたいことありますよ。ちょっと言わせてもらいますけども。これはね。これはさすがにないって。もう何の突筆もないんだぜ。おかしいって、久保田。こんなに俺期待して買ったのにさ。なあ。こんだけ期待して買って。何これと。はぁーですよ。バカかと。笑わしてくれんなよ、おい。マジで。マジでさ。え、この程度の酒なんですか？嘘ーみたいな。もうね。もう頭がなんかパニック打ってる。レベルなんですよ。なんだこれと。え？日本酒の天下を取ってるようなレベルの久保田がですよ。これ、偽物じゃないよね。っていうレベルですよ。え？これが、この味が、久保田の味なのかと。プレミアの久保田の味。嘘。バカな。これあれですね。あのプレミア焼酎の、なんだっけ。農村。明るい農村に似てますね。はみたいな。明るい農村を飲んだ感想ひどいですよ、あれ。明るい農村。
お前、飲んでみ。芋焼酎の明るい農村。全然うまくねえから。バカかよ、あれ。買うやつ。やった、プレミア焼酎だ。やったやったやったって言って買って、お前報告してですよ。お前、仕事帰りに、やったーって言って、買ってですよ。もう、だらーんですよ。ふざけんなと。なにこの程度の酒と。どこがプレミアだって。ね。これに反論する方。まんじゅ飲んでみろと。絶対言ってくると思いますけど。まんじゅ飲めと。まんじゅ飲んでみろよ。とかって言ってくると思います。少なくとも俺それを応じません。金の面もありますけども、少なくとも、百獣とね、千獣、まあ、いわゆる、リーズナブルな、ね、価格帯において、手を抜いてる、酒造なんて、もう、たかが知れてますね。もう、絶対買いません。そんな。百獣と千獣。まあ、万獣の間にも、この間にもだいぶありますけど、高獣とかなんとかなんとか獣とかいろいろありますからね。もう万獣は最高峰ですから。じゃあ万獣の最高峰飲んでみろよとかって言う人間いますと思います。いると思います。それ飲めば世界変わるからとか。言うと思いますけども。少なくとも、そんなん飲みたくねえと。逆に百獣の方が飲みたいわと。俺は。もう大体一番安い酒を飲んで、その酒造の本質をね、見抜けるわけですから。一番安い酒が、まずければ、もうその酒造はもうダメだと。一番安いやつですよ。いいですか？俺の中ではそうなってます。俺の中で少なくとも一番安い、いわゆる普通酒に手を抜く酒造なんてのはもうゴミ以外の何でもないです。うん。間違いなく。一番まずい酒にですよ。一番安い酒に。違う、まずい酒じゃない。一番安い酒に、一番手を抜いてはいかんと思う。俺は、そう思う。だから俺の中では、まずは、一番安い酒から、飲んでみる。もう、まず一番安い酒を飲んで、これはまずいと。これダメだと。もう未来が見えないと。思ったら、もうその酒は買いません。これです。これに限る。ということで、久保田千住、三つ星、プギャー！全然うまくね。うん。うまくもない。まずくはないけど、うまくもない。まずくもないけど、うまくもない。まずくもないけど、うまくもない。これです。3回言いました。うん。それではね、これに文句がある方、コメント欄で、ね、いろいろ書く、もしくは、ブーイングの、これマーク。どんどん入れてください。ただし、俺にグッドと思う人は、グッドマークをね、ぜひ入れてもらえるとありがたいです。三つ星です。